い、こんにちは、今日はですね2019年5月の写真についてお話をしたいと思います。はい、こちらがですね東京着物ショーですね。はい、かなり斬新な感じですね。はい、これなんか綺麗ですね。この傘のグラデーションとですね着物のこの何ですかグラデーションというかこのコンビネーションがですね本当に綺麗ですね。でちょうど背景もいい感じで、着物っていうのはこういった、ね、ファッショナブルな使い展開もできるんですよっていうね一つの提案としては非常に面白いイベントでしたね。はい、綺麗ですね。はい、こういったね斬新な髪型とかで、この方もまあ以前も紹介したと思うんですけど、多分バレエをやっていらっしゃる方と思うんですが、そのバレエの動きとですねこの着物のこのなんていうんですかね結構合うんですよね、不思議と。袖の部分が綺麗にこう舞う感じですから、バレエをやってらっしゃる方でまあ着物をでねこういった挑戦もしてみるのも非常に面白いかなと思っております。はい、素晴らしいですね。はい、全体の写真ですね。はい、ラフォル、ジュルネ東京2019ですね。まあ、東京都内を中心にですね、まあ、至る所で、世界最大級のクラシックの音楽祭ということで、本当にねこれは楽しいイベントでしたね。いろんなところでね同時にクラシックの音楽をね演奏してるんですよね。はい、こういうのがね生で聴けるっていうのはやはり素晴らしかったですね。はいはい、この方、これ丸の内の、まあ、メインストリートなんですけども、田中さんという方ですね。で、この方、まあ、この方の写真をブログとインスタグラムにアップしたところですね、連絡が来まして、丁寧なメールが来ましてですね、インスタグラムにアップしたいということで、アップしていただきましたね。はい、その後ちゃんと私の、インスタグラムにリンクも貼っていただきまして、本当に丁寧に対応していただきましたね。でこの方はね、なんていうんですかね、とにかく明るいんですよね。で、なんていうんですか、音楽がですね、こうなんていうんですか、こう太陽を呼び込むっていうんですかね、場の空気感をこうなんとか熱量をすごく上げていくっていう演奏の仕方ですね。まあ、以前もお話しましたけども、まあ、こういった音楽を映像で見るのと、まあ、ライブというか生で見るっていうのはやっぱり違うんですよね。この空気感っていうか熱量というか、こうなんかこう太陽を引き寄せるっていうね、そういった雰囲気っていうのはやはり生じゃないと味わえないんですよね。これは多分演奏家の方も、一人で演奏してるのと観客の中で演奏するのとでは多分全然違うと思うし、まあ見る方もですね実際まあライブの感覚、熱量を持った感覚っていうのは肌感覚ですよね。で見るのと映像で見るのではやはり違うものなんですよね。だからそういった意味で、こういった生の演奏がですね、できる機会っていうのをですね、またなるべく早い段階で、まあ、復活していただけるとありがたいなって思ってる次第ですよね。はい。いい表情ですよね。はい。はい、こちらも、背景がね、またいいですね。こういった、当然こういったね、コンサートをやる場合っていうのは、まあ、観客と、まあ、演奏したり歌ったりする方だけではなくて、こういった背景の部分をね、どういう風にすれば美しく見えるかとかね、そういう風に、頑張ってらっしゃる方か、裏方の方々っていうのはいらっしゃるんで、ね、そういったところも、あって、そういったものも含めての文化なんで、すべてを含めての文化。そういったものをですね、ライブ感覚の文化っていうのをですね、大切にしていただき、いきたいなっていうふうに今思ってる次第ですね。で、この4人はね、まあ、大学の確か同級生かなんかだったかな。
で、まあ、まあ、すでに卒業されてるんですけども、なんていうんですか、仲がいいんですよね。本当に。まあ、この、あの、ね、映画を見ていただければわかると思うんですけど、本当にね、で、会話はね、ウィットに飛んでてね、まあ、一応シナリオはあるとは思うんですけども、かなりアドリブの部分があってですね、なんかこう、まあ、漫談でもやってるような感じなんですよね。そういった明るい雰囲気があるんですよ。で、演奏に入るとですね、いきなりピシッとこう高級感のあるですね、なんていうんですかね、ゴージャスなすごく美しいねメロディーをね、この4人がね、奏でるんですよね。やはりなんですかね、人間関係というのは出ますよね。まあこういった音楽の分野に限らず、スポーツでもどんな分野でもそうなんですけども、やはりその人間関係がですね、もうストレートに出るのがまあ文化であったりスポーツであったりすると思いますね。で、この4人っていうのは非常にその、雰囲気がいいんで、その雰囲気を保ちながら演奏に入ると、まあ心が一つになるっていうんですかね。それぞれがそれぞれをこう尊重し合ってるっていう感じがあるんで、バランスがいいんですよね。バランスが良くて、こう全体でこう底上げして盛り上げて、こう、クオリティを上げていくっていう演奏でしたね。本当に素晴らしかったですね。はい。本当楽しそうですよね。はい。こうやって誰かが話すと、皆さんがこう、なんていうんですかね、いい掛け合いでね、盛り上がっていく。で、男性がこう、うまくこうね、女性をこう、なんていうか、こう、よいしょしながら、立てながら、で、女性の方は男性の方のこうね、まあ、ちょっとこう、ね、いろいろツンツンとやりながらですね、顔も立てながら、こう場を和ますっていうんですかね。うちわだけのこの、楽しいんだよっていう雰囲気じゃなくて、なんか会場も全体もですね、こう包み込むあったかい雰囲気がして、非常に楽しめたっていう印象がありますね。はい。これは、旧岩崎、庭の庭園ですね。で、行われた、まあ、芸大の、現役の学生のコンサートですね。はい。やはりね、こういったセンスがありますよね。旧岩崎邸の庭園なんですけどもね、このね、アーチ型の屋根がちょうどね、木漏れ日というかですね、春のこの日差しをこう柔らかく包んでね、本当に美しい感じの光をこう、ディフューズの役割をしますよね。綺麗にね、包み込んだの、形で、本当に美しかったですね。はい。で、これがですね、東京大学5月祭。で、まあ当然、まあ今年の5月っていうのはできないという形なんですが、ホームページを見るとなんか延期っていう形みたいですね。まあ、せっかくね、本当に素晴らしい、なんとかね、やってほしいですね。で、この、まあ私何年か行ってるんですけども、毎回快晴なんですよね、ほとんど天気が。で、天気はいいし、気温もいいし、風もいいしですね、ちょうど花粉の時期も終わってるんで、これほど心地のいい季節はないですね。本当にポカポカと暖かくて、でも暑すぎないというか、で、当然寒くもないですし、こういった野外のイベントでは一番ね、気持ちのいい季節ですね。本当にね、こう、イベントこうね、歩いてると、本当になんていうかこう、小さな幸せって言い方も変ですけど、幸福感を感じるような、そんな感じの素晴らしい、季節とイベントですね。はい。で、こちらが東京大学ジャズダンスサークルフリー D ですね。はい。様々な分野のダンスをしてまして、非常に長時間なんですけども、内容が充実してますね。はい。まあね。今回も多分一生懸命練習されてきたんでしょうね。様々な分野、本当にいろんな分野でね、ダンスをされるんですよね。はい。確か1時間以上ですね。1時間半近かったと思いますけどね。本当に長丁場なんですけども、本当に素晴らしかったです。はい。はい。で、これもね、大変貴重ですね。はい。東京大学競技ダンス部ですね。はい。で、この団体は5月祭のみですね、駒場祭では、やらないんで、1年に1
回だけですね。で、競技ダンスっていうと普通、それなりの、まあ、ドレスアップした衣装、メイクアップした形で、まあ、ダンスをしているところを、まあ、何らかの形で見たことはあるとは思うんですけども、こういった私服ですね。私服で、この競技ダンスを踊るっていうのは、なかなか見る機会がないですから、そういった意味で非常に貴重な、写真ですね。で、皆さんノリノリでしたからね。本当に。いやー、楽しかったな。で、こういった、何ですかね、競技ダンスの激しさと優雅さ、それからちょっとロマンチックな雰囲気とかですね、そういったバリエーションをこういった私服でやることによって、なんともこう、まあ見たことないですね。すごい、まあ、夢のようななんかこう世界観っていうんですかね、そういうのが感じられる、本当に素晴らしい、イベントでしたね。はい。で、こちらが、関東大学女子一部バレーボールのリーグ戦ですね。はい。なかなかね、見応えがあって面白かったですけどね。はい。で、こちらが、エイジストックという、まあ、イベントですね。こちらで、中央大学のソングリーディング部のガーネットガールズですね。が出演した時の写真ですね。はい。で、これが早稲田大学の男子のチアリーディングチームのショッカーズですね。まあ、私はどちらかというと女性を中心に撮るんですけども、このね、ショッカーズに関してはね、本当に女子のチアリーディングもすごい魅力的なんですけども、それとは違ったまた男子、男性なりのですね、チアリーディングの魅力っていうのをですね、開拓していった、まあ、先駆者ですね。本当に素晴らしいです。ダイナミックで。ですから、男性だけのチームですけども、スケジュールを合わせて取るっていうことが非常に多いチームですね。早稲田祭なんかでも必ず、取るようにはしてますけどもね。本当にダイナミックで素晴らしい。もうチアリーディングの概念をですね、男性がこんなことをやるんだっていうね、驚きの連続ですね。とにかくダイナミックで迫力あります。はい。とても印象に残るチームですね。はい。で、こちらが東京のですね、東京都が主催のまあファッションイベントですね。こちらご存知、小池都知事ですね。はい。で、モデルのレベルもですね、ファッションもかなりレベルが高くてですね、なかなか見応えのあるイベントでしたね。はい。まあ、結構ね、YouTube なんかでね、世界の情報とか私今よく見たりするんですけども、まあニューヨークのファッション事情っていうのもね、この状況でいろいろと、まあ大変だったり、まあヨーロッパのファッション状況もそうですけども、まあ今後ね、この状況の中でファッションがどうなっていくのかっていうのはね、いろいろ感じる部分はありますけども、まあ、こういったね、これも生のファッション文化ですかね、ファッションショー、ランウェイ、ファッションの文化なんで、こういったスタイルをですね、個人的には継続してほしいなと。ネットだけの配信ではなくて、やはり会場に人を呼んで、こういったファッションショーをやるっていうのもですね、なんとか継続してほしいなという思いがありますね。はい。素敵ですね。はい。で、こちらが、東日本学生トランポリン、競技選手権大会ですね。はい。トランポリンっていうのは結構写真を、まあ、背景にピントが合ってしまうんで、写真を撮るのは難しいんですが、なかなかね、この、飛び込みもそうなんですけども、重力に逆らうっていうね、世界っていうのはやはり、非常に、なんていうんですかね、個人的には好きですね。はい。重力に逆らっていかにこう人間の可能性を追求するかっていうね、本当に美しい世界ですよね。はい。空中の世界。はい、こんな感じですね。2019年はの5月ですね。はい、どうも今日もご視聴いただきましてありがとうございます。以上です。